今の自民党の中で何か働き方がぶっ壊されたり外国から大量に外国人労働者を呼び込めるようになったり TPP に賛成したりとかこの国をぶっ壊されることを次々に賛成し続けてるんですよ。理由は何？自分のキャリア潰したくないから。ここで総理がやってることに反対するなんて言ったら次自分に目がないから。そんな人間にこの国救えるかよって思うんですよ。ガチで喧嘩する気力もないのに、気概もないのに、どうして政治の場に来たんだよって話なんですよ。この国の状況はっきり分かってんのやろって。壊れていくしかないんですよ。みんな壊れてるじゃないですか。今人間を本当に部品のように、交換の効く部品のように扱ってるやん。 今勝ててる人でもいつまで勝てるか分かりませんよ、はっきり言って。あなたが経団連の関連の企業の御曹司だったら話は別かもしんない。海外に資産大量に移して、この国からいつでも逃げられるって状況だったら助かるかもしんない。でも一人一人、この国に生きる大多数はこの国で生きるしかないわけでしょ。だったら政治変わるしかないじゃないかよって話なんですよ。もう食い物にされてんだよ、全員が。 何もかも壊された人たちなんていっぱいいますよ。働き方むちゃくちゃにされて誰が救うんだよ俺を。政治しかないだろって。その政治変える誰だよっつったらみんなじゃないですか。力貸してくださいよ。